うわー、出てきた。久しぶりにやったわ。本当に久しぶりにやった。いつ以来だろう。1年以上経ってる気がする。集まれ動物の森リリース記念キャンペーンがやってます。特別のお願いあったな。そんなんてか懐かしい。レベル40で止めてたの。止めてたっていうかやらなくなっちゃって、何かを境に、俺何かを境にやらなくなってしまいまして。で、これ246のリーフチゲって、これ課金じゃない？もしかしたら。どうすればいいんだこれ。久しぶりに来たからとりあえず散策でもしますか。まずマップを見よう。新しいとこいっぱい行けるなってる。ただ前行った場所も覚えてない。うわ、まただ。うわ、こっちもだ。何が何だかわかんないけど、ニューって書いてるとこ一回行きますか。なんだこれ、よくわかんないぞ。何者だ。ペリカンか。なんだなんだこれは。これの意味がわかりました。なんか150ポイントを持ってるものを、このペリカンかな、この鳥に渡すことによって出航できんだって、船が。で、なんか採掘とかしてくれるっぽいんだけど、俺が持ってるやつ、だいたい、まあ、マグロとかニジマスがポイント高いのかな。こいつら送っても多分150ポイントでいかない気がするんだよね。150ポイント出航できます。で、出航してもらいましょう。これどうなるんだ。あ、時間かかるの。12枚ですぐに帰ってくる。帰ってきてもらおう。こういうのはね、悩んじゃ負けだから、もうすぐ。お土産を一つ選んでください。好きなの選べるってこと？あー、どれが一番豪華かな。左下が俺気になるんだよ、金のリボン。あ、でも真ん中の紙袋に入ってるやつのリボンも、なんか金のシール貼ってあるから、ちょっと気になるんですけど、右の箱も気になるよな、もう全部気になるんだよ。どれにしようかな、神様の言う通り。鉄砲撃って、バン、バン、バン！やっぱ俺が最初に選んだ、何これ？酔いタルト。お菓子？これの、すごいタルトではなく、良いタルトっていうのをもらいました。思ったのだが、俺の格好ダサくね？この子。もう見た目マリオじゃん。着替えたいな。どうしようか。なんか着替えたい。いっぱい服持ってた気がする。あ、でもそうでもないね。そんな持ってなかった。サンタさんの格好とかあるよ。あ、そうか、12月にやったのか。1年以上経ってるんだ。そしたら。これで、ね、サンタの格好なんですけど、まあでも季節外れですよね。もう4月だ。春になっちゃうから。春っぽい格好ではピンクじゃないかな。ピンク色とかパステルカラーと。あ、これも春っぽいけど、レイニーが着ています。キャンプ場やコテージで着替えさせてください。よし、脱がせてこよう。レイニーどこだ？どこにいる？レイニー。ちょっと脱がしに行こう。レイニーどこにいる？レイニー行方不明。ちょっと待って、レイニーが行方不明。俺服脱がしたいんだけど、あいつの。俺が着たいよ。チューリップ畑ってなんだい？チューリップ畑なんだっけ？なんかイベントだったよね。そういうのあったよね。なんか畑をどちらこちら。なんかちょっと見たことはあるんだけど、やったことないからあんま覚えてないんだけどさ。なんかそういうイベントもあったんだよ。やべ、覚えることが多すぎる。とりあえず新しいとこ行くか。レイニーはそこら辺で見つけよう。あ、コテージって書いてある。さっきコテージに集まれて言ってたよな。レイニーいる？カエルがレイニーなんだけど、いないね。アルパカさんいますね、アルパカさんが。どうした、しずえさん。うなうなぎさん、ようこそコテージへ。あ、いきなりでびっくりされましたか？皆さんがより快適に過ごせるように、新しい施設を作りたいということを二人に相談させてもらったんです。そしたら、カイゾウさんがこんな素敵なコテージを作ってくださいました。カイゾウさんすげえ。誰？誰だ？カイゾウさんって誰だ？しずちゃんの話を聞いた途端、ダーリンたら目を輝かせちゃって、すぐに作り始めちゃったのよ。しずちゃんの話を、あ、しずえさんの話を聞いた、
カイゾウが、リサのダーリンってことは、夫で、で、リサは多分今このアルパカが喋ってる、この青い人がカイゾウさん？もしかして。よし、一丁頑張ってみるかってね。おー、カイゾウさんいたということで、うなうなぎさん。ぜひともこちらのコテージも管理をお願いしたいと思う。あ、俺が管理しろって全然やります。はい。やります。ただ、あつ森が出たら、今のちょっと言い方ニュースっぽかったね。あつ森が出たら、ポケット Wi-Fi 動物の森にはちょっとご入場ができなくなるかもしれないです。本当に。管理ができるかって言われたらちょっと管理しづらいんですけど、まあでも、やっちゃいますか。キャンプ場にご招待したことある方ならこちらにもご招待できますからね。ってことはレイニーを呼び戻せる。レイニー呼び戻すべ。あいつの服をちょっと、剥がさないと。引き抜かないといけないからな。どうやってやんのどれだ？これか？違うな。どうやって呼べんだ？これか？コテージにいるゲスト入れろ。これで、いたレイニーさんいた。しかもレイニーさんさ、仲良し度ってのがあってさ、俺結構レイニーさん高いんだよね、12だって。いた。あいつ。こいつや。まあ、体調悪そうにしてるな。え、大丈夫？なんでそんな体調悪そうなの？あ、普通に喋ってくれた。こんにちは、うなぎさん。お昼は済まされましたか？今日のご飯は、冷凍食品のミラノフードリアってやつ、スーパーで買ってきた安いやつ食べました。はい、申し訳ないです。そんな美味しいもの食べれないんです、いつも。俺がさっき着てたマリオの帽子を着てたよ。かわいいやん。俺が被るより全然かわいいやん。似合ってる。あ、こっちもね。赤色。あ、オッケー、マリオっぽいね。はい、これでいいんじゃないですか。可愛くなったんじゃないですか。じゃあさっきの服は、俺が着たいと思います。看病もしないで見てる。なんか、タオル変えてあげたりとかしたいけど、無理でしょ、動物の森、そんな。まずタオルがないでしょ。あいつ一人にして行くのもなぁ。なんかなぁ、かわいそうだな。すげえかわいそうだな。隅の方でずっと体調悪そうにしてる、かわいそう。もういいや。自分の車に戻りますか？はい。ちょっと着替えたいな。え、これ俺の車？ダサっ。ダサい椅子。統一性がなさすぎる。これいつ作ったの？え、待って、部屋とかも見たい。さっき、レイニーから、引っぺがした服全部着たんですけど、俺のキャラクター男の子だから、お姉みたいになっちゃった。いや、話したいことある人多すぎだろ。そんなにいるのか。あ、これ全員か。これ全員が俺と話したいのか。あ、てかこれ自分で作ったとこじゃない？クリスマスに作ったんだよ、12月だから。で、クリスマスツリーとか、ケーキとかがやっぱ大事かなと思ってこれ全部置いたんですよね。おしゃれじゃない？そこそこ。キャンプ場。キャンプ場にしたらおしゃれだと思うんですけど。なんかこの高そうな絨毯。邪魔だな、この話したいことがあるやつ。いっぱい話したそうだな。あ、自分のお部屋の見方は分かった。ここのはしごで上行くんだ。そうだ。思い出したぞ。なにこれ？女部屋。女部屋なんだけど。え？まさか本当にお姉だった？なにこれ？女が使う部屋作ってんだけど。なに過去の俺、何してんの？でもね、可愛いわ。ちょっと、いい部屋かもしれない。熊さんでしょ？ブランド物バッグ。ピンクのお部屋。なんか可愛いが詰まってるもん。好き好きす。ふわ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 。こんな気持ちいい。マイメロディ。好きだけど、好きじゃない。お願いね。マイメロディ。